アプリコットフィズとは日本の競争馬である。主な勝ち鞍は2010年のクイーンカップ、クイーンステークス、2011年のキャピタルステークス。馬名は母にちなんでカクテルの名前から来ている。2009年11月7日、東京競馬場で行われた芝1600メートルのメイクデビュー戦にエビラマサヨシで出走。4馬審査の圧勝で一番人気に応えた。 レース後は山本トレーニングセンターに放牧に出された。2戦目は年が明けて2010年1月11日、重傷のフェアリーステークス。エビナが当日のレースで落馬負傷したため田中勝春に乗り換わってレースを迎えた。新馬戦一勝馬ながら2番人気に押されたが、集団から抜け出すもゴール前でコスモネモシンにかわされ2着であった。続く2月20日に行われた クイーンカップでは再び、エビナを背に一番人気に応え解消。その後はトライアルに出走せず、大賀賞へ直行した。クイーンカップで起乗していたエビナがアパパネに起乗するため、竹豊を迎える予定だったが、3月27日の毎日ハイでの落馬事故のため、急遽、横山則博が手綱を握ることになった。レースではそのアパパネの前後で進めたが直線は、 伸びきれず5着に敗れた。続くオークスでは、好意で進めるも、直線で伸びず6着に終わった。オークス後に、約3ヶ月の休養を挟んで、札幌競馬場のクイーンステークスに出走、竹豊との初コンビとなったレースは、第4コーナー手前で先頭に立つとそのまま1着で、ゴールして、重勝2勝目を挙げた。迎えた、週華賞では2番人気に押され、 道中行為の因を追走し直線で一旦戦闘に、立つも外から伸びてきたアパパネに交わされ3着となった。2011年キャピタル S2011 年1月30日に行われた京都品バステークスに安藤勝美とのコンビで出走。2番人気に押されたが折り合いを書いて14着と惨敗した。続く中山品バステークスでは行為追走も 直線で全く伸びず、最下位18着、ビクトリアマイルでも最下位17着に終わった。クイーンステークスでは先段追走も失速し12着と、惨敗した。形成杯オータムハンデキャップでは3から4コーナーの中間地点で大外からまくるように進出し、直線で追い込んで、フィフスペトルの2着に入線した。富士ステークスでは、後位追走から直線で先に抜け出すものの、 英信アポロンとの競り合いに敗れ2着。マイルチャンピオンシップに出走登録を行っていたが、除外され、11月26日のキャピタルステークスに一番人気で、出走。先段追走から直線でバグンの内を割って伸びて、来ると、外から追い込んできたガルボをハンバ審査を抑えて一着。2012年3月11日の中山頻馬ステークスに一番人気で出走。中段に待機するも、 直線で伸びを書き8着に敗れた。4月1日のダービー強チャレンジトロフィーでは同中、折り合いを書き6着に終わった。5月13日のビクトリアマイルでは出負けして18着に、しんがり負けとなった。休養を挟んで、府中品バステイクスは中断のまま10着、スワンステイクスは13着に敗れた。2013年は1月の京都品バス,テイクス、 2月27日付で競争馬登録を抹消、引退した。引退後は、ヤシロ大ファームで繁殖品馬となる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。